まあ、しかもこのホーム大宮にとってはもう残るためには勝って3を順番に積み上げていくしかありません。ただこの先甲府、清水、東京ヴェルディといずれも強敵が、まあ、控えに回った形の笠原もそのあたり も, もうとにかく彼のパフォーマンスでとにかくチーム救えてるんだという話をしていました。いや来た、スルーパス出していってクリスティアーノにつながる。クリスティアーノの中を見たが右足で打っていった。強烈なシュートらしいシュートです。さらに後ろに戻るんです。市原、小島、クロス、おお流れてきた。チャンスになった。ボロイだ、ボロイガウス、まだ、まあ、4枚、まあ、ダブルアンチ含めて6枚でしっかりと守っているという形ですよね、はい、早めに入れた。おお外のヘディングだ、取れる、左足、おしゃっと浮いた。前に来た、開いた、ヘディング、キーパーの前、いいボールでした。前にクリスティアーノ流れた、さあスペースに入れた、クリスティアーノそこについていく。市原どうする。クリスティアーノ、クリスティアーノひとまたぎ、クリスティアーノ打った。いやーすごい、さすが。中寄りに5人、バーに長谷川1人、高いボールにしたヘディング、振り返った。おお、ダイビングヘッドで今のあたりの守備がやっぱ弱くなりましたね。高柳選手と小島選手になったことによって、はい、クロス、豊の前、こぼれてきて右足だ。うわースーパー、すーごい、これはあの距離を止めました。助けたね。あとこれがつながって長谷川に行ける、つないだ、開いた、豊に来た、豊は中に来た、クロス、豊絡んで先制。もうこの彼のバックステップでやっぱ幅を取ってシュートまで行くで、右でも打てるんですけど、はい、まあ、右じゃなくて左でやっぱり幅を利かす、浮かした、豊を狙う、もう一回松本つなぐ、左に入れて折り返して右足だ。綺麗に合わせた。インサイドでしっかりと、まあ、面を作りながら逆サイドに、これかなり難しいですね。鈴沢、前投げ、まあボールですね、このボール、あ、いいボール、ヘディングだ、浮かせた、中野誠也。さあ左へ鈴沢、6分台に入りました。ここで試合終了の笛です。0対2、